トヨタ社ディーラーで営業をやってる25歳です。中途で入ったので今年2年目なのですが、自分よりも車歴の長いエンジニアの方々が供給が自分よりも低いです。エンジニアに営業と違ってマージング配慮の仕事はほとんどありません。個人的にエンジニアの方が専門知識が必要ですぐに買いが利かないから、ここやらべきだと思いますが、なぜ営業職の方が給料が高いのでしょうかちょっと首とになるからです。 営業がいないと、いくらエンジニアがいたとしても、その会社成立しないんですよ。すごくわかりづらいかもしれないんですけど、エンジニアがいなかったら、じゃあ仕事ができないじゃないか。でも、売る側の営業がいなかったら仕事ができないじゃないかっていう、どちらも正しいんですよ。営業とエンジニア、どちらも必要なんですよ。ただし、低い給料でも、エンジニアは集まります。 優秀な営業は高い給料を出さないと集まりません。エンジニア大好きです。この給料で全然いいですって言って就職して働いてる人がいるのであれば、給料を上げる必要がないんですよ。無能が僕あの営業やるんで、あの全然低い給料でいいっすっていう無能の営業を雇っても成果出さないんですよ。むしろ高い給料なんだけど、めちゃめちゃ売上を上げますっていう人を入れた方が売上は大きくなるんですよ。例えばじゃあ僕が年収1000万円です。ただし、毎月売上を1億円作りますってなると、 年年間12億円の売上を作るけど年収1000万だったら超お得じゃないですか僕がじゃあ、年収1500万円くれなかったら辞めるよって言った時に、その500万をケチって辞めたら、売り上げ12億円なくなるじゃないですか。それぐらいだったら、年収1500万払った方が得だよねっていう風になるんですよ。やってる仕事が重要であるかどうかっていうのとは関係なく、利益率と売り上げをどう維持するかっていうのが会社としては重要なので、なので、重要な仕事でエンジニアが誰もやってくれない ないんだったらエンジニアに給料高いな,ないともうこの会社回らんよね。エンジニアになり手が全然いません。3000万円だったらやってやるよってエンジニアがいるんだったら、3000万円給料出す人が出るんですよ。800万円でもやるよねっていう人が手ポコポコ上げるんだったら、じゃあ800万円でいいじゃんってなっちゃうんですよ。なので、その仕事というのは需要と供給で給料も決まるので、どちらが重要かっていうところで考えがちなんですけど、基本的にはあの需要と供給で決まるっていうのを意識した方がいいんじゃないかなと思います。